東大の理学部の場合は加速器をやる実験としては高エネルギー系でやるグループと小柴先生がの実験をやるグループと2つありまして、まあ、どちらもやはり先見の明があったというかそういうところに進んでいくと成果が上がるというのが、その先生たちがですね分かっていたんだと思います。でそこにまあ我々なんかもある意味まあ、半分騙されてるかもしれませんけども面白いと思ってどの先生あるいはどの学生さんもですねこのサイエンスの道に入っていく最初のきっかけはそれぞれがたまたまなんか面白いと思ったからですね。その気持ちがないとサイエンスは続かないかなと思います。ここは高エネルギー加速器研究機構というところのテックビー加速器、この地下のところに大きな加速器がありまして、でそこで電子というのと陽電子を衝突させて実験をしています。で特にこの我々が研究してたやつはですね、そのコークというのと反コーク、これどういうことかというと物質っていうのには必ず反物質というものが存在しまして、通常あるいはほとんどの場合ですねプラスの電気を持っていようとマイナスの電気を持っていようと同じような性質を持っているんですが、わずかにそのほんのちょっとだけですね、その性質が違うという予言がありまして、それをここではまず確かめるという研究をしています。その予言というのがノーベル賞をもらった小林益川理論というやつなんですけども、でここでの実験はですねその、まあ、小林益川理論先生の言ったことが正しいかどうかというのを実際にその、まあ、ビッグバンを模擬的に起こしてみてで検証してみようというので始まった実験です。ここの我々が使っている KEK の B ファクトリーという加速器ではまず電子と陽電子がぶつかるとですね B 中間子という粒子とそれから反 B 中間子ですね、先ほどの B 中間子の逆の性質を持っているようなものですが、そのペアができます。で今度はさらにまた違う粒子に壊れていきます、まあ、崩壊していくというんですけども、でその様子をそれぞれ調べるということがここでは行われています。最初はかなりこういう実験のプロポーザルっていうんですけども計画がそれこそ10個ぐらいの各国であったと思うんですが、最終的にいろいろ検討を重ねてこの日本の高エネルギー加速器研究機構のこの実験 B ファクトリーの実験と、それからアメリカのですねスタンフォード大学にスタンフォードの線形加速器研究所というのがあります。そこでやはり同じような加速器と測定器の2つだけになりました。でその2つの間の、まあ、そこから先はそのデータを取り始めてから結果を出すのも、ずっと同じようなペースで、非常に、まあ、激しい競争を続けました。今の加速器が、なぜこうやってうまくいくかというのは、まあ、10年前と比べるともうコンピューターによる制御がですね、まあ、非常に優れています。そのコントロールするためには電子陽電子の運動を、まあ、非常に複雑な運動なので素早く解析しなくちゃいけないわけですけども、それに非常にコンピューターの性能がアップすると非常にたくさんのモニターから一気にいろんな情報を得て、でその情報をもとにどうすればいいかという答えが瞬時に返ってくると。今回の場合最終的に日本の加速器 KKB がスタンフォードの加速器よりも性能がはるかに良くて勝ちましたけども、その秘密というのはやはり、日本の技術力ですね、一つ一つの部品の、まあ、精度がいいというのはありますし、それからコンピューターコントロールの技術、そういうものが積み重なっていい性能が出たと思っています。小林益川は確かにコークと反コークの対称性の破れというのは見事に解明したんですが、それと同時に分かってきたのはですね、それだけでは宇宙の中での粒子と反粒子の対称性は説明できないということも分かってきました。そうするとですね、小林益川以外に何かもっと理由がなきゃいけないわけですね。でそれを見つけるためにはですね、今あるそのデータだけではダメで、これをさらに10倍、50倍ぐらいにすると量子力学というのがありまして、量子力学的な効果というのをつぶさに詳細に調べていくと、先ほど言ったコーク、反コークの破れだけでない効果、特にそのレプトンと反レプトンの間の
違いというのもですね、おそらく見えてくるだろうと思っています。でそれが分かるともっとその先にあるですね、我々の知っている素粒子論ではないものが見えてきて、でそちらの方に必ずですね、宇宙の粒子反粒子の対称性の破れを説明する理由があるはずであると。でその先にある理由を明らかにするにはやはり加速器の強度を上げるという作業があって、それからそこに我々の作った半導体の測定器なども含めてですね、アップグレードしていくというのが次の計画です。